เป็นไปไม่ได้หรอกどうゲッツ、この部屋気に入ってくれた？あざ笑いに来たのかね。俺はな。本題に入ってあげてもいいけど、マリア。ゲッツ博士、エイムでのあなたの立場は十分理解して。降格のことを言っているのなら、あれは私に嫉妬したラパチーニの腹いせだ。へえ、モニカにも嫌われてるんだ。タキオンの件でご立腹だったんじゃない？そんな話しておらん。分かってんだよ。あの嵐も大量の放射線もあんたの仕業だな。私ならもっとうまくやるよ。ラパチーニがしているのは無法な自殺行為だ。さあすぐに弁護士を呼びたまえ。そうは問屋が下ろさないよ。まあどっちでもいい。あんたの顔の形はスキャン済みだし、デコイを作ってやればそっちのセキュリティシステムは本物のあんただと判断する。ラパチーニが興味を持ったのも納得だ。確かに面白い。興味って何？お前ともう一人のホークアイを高く評価していた。つく側は間違えたがな。正しい側だと思うけどね。だって牢屋の外だし。じゃあね。警備。耳を貸すなよ。奴らの常套手段だ。かもね。でもまだ足りない。エイムが持ってるクリントの情報をつかまなきゃ。よし、手伝おう。みんなクリントのことなんて後回しだったよね。分かってる。世界を救うのがアベンジャーズの使命。私は仲間を見捨てない。すぐ戻る。さすがだな。大事なのは何よりも呼吸。他にもいろいろあるけど、何しに来たか当てるよ。私が何かやらかしたか。君に謝らなければ。僕らは道を誤り、そのせいで君に辛い思いをさせた。あなたは囚われの身だった。何の責任もないよ。それは違う。そういう事態に備えておくべきだった。それにこれを言うのも遅すぎたよ。君をアベンジャーズに迎えたい。あなたにそう言ってもらうのが夢だった。あとガムの飛行機で飛ぶこともね。イエスという意味か。ああ、やってみるよ。僕はここにいるからね。え、それが気に入ったの？本当に？ママに。しなきゃ。アベンジャーズ。私などどうぞ無視してください。誰も気に留めませんから。まだ行かないでください。どうしても行くの。キム博士、タキオンについて情報があるって聞いたんだけど。いい知らせだ。君たちのおかげでタキオンパルスの源を突き止めることができた。素敵なとこだといいけど。スペイン？イタリア？まさかわかんだ？いいや、シベリアのダム付近にあるエイムの秘密施設のようだ。ミステリアスだね。悪くない。
つまりその施設を破壊すれば時間の混乱を阻止できるってこと？タキオンは恐ろしく不安定だ。まずは実態を知らないと。偵察ね。本当に私の指揮でいいの？キャップ、この件は君が誰よりも詳しいからな。信頼してる。もし迷ったら本能に従うんだ。今までもそれがいい結果をもたらしてきただろう。嬉しい。ありがとう、キャップ。行こう。お疲れ様、アベンジャーズ。ダムに接近しています。ケイト、作戦は？あるわけないでしょ。なんだって？冗談だって。少しは信頼してよ。まずは通信タワーを制圧する。それから忍び込んで奴らがどんな後ろ暗いことをしてるのか調べよう。ねえ、空を見て。嫌な予感がする。タキオンの混乱が大気に影響しているんだ。何あれ、過去と未来の空というか放射線の痕跡だな。うん、そう。外に出るのが億劫。よし、まずはどこに行く？近くに通信回路があるはず。それを破壊すれば援護を呼ぶ。だって少し間スキップ。タキオン波のようだ。こんなものは見たことがない。気をつけろ。通常はタキオンにさらされても生命の危険はない。だがこんなレベルは初めてだ。待って、通常はってどういうこと？嫌な予感がする。こっちで心拍数をモニターしてる。大丈夫だ。最初からそう言ってよ。現実の歪みがなければ綺麗だったのにな。夕焼けはもういいか。通信回路だ。警備員に応援を呼ばれたら終わりだね。賢いな。了解、博士。本気出してこ。
最後のコアを破壊したエイムの施設に向かう。おかしい、エイムはすでに限界態勢のようだ。嘘、先手を打ったと思ったのに。そのはずだぞ、奴らはまだ。君に気づいていない。他の何かがセンサーに引っかかったのだろう。前方にエイムのパトロールが数名いる。施設への道を封鎖しているのだ。そうはさせない。
単に限界態勢なんて取らないはずなんだ。我々以外にも滝音計画に興味を持つ者がいるのだろう。進もう。気づかれる前にパトロールを倒さないと。取られてるよ。それで十分。エイムが来た。物資を確保。侵入者の形跡はありません、博士。モニカは他にも対処すべき問題を抱えているようだ。私はそこまで楽観的ではないが。お安い子よ。奴が倒されたのは最近だな。逃げた捕虜を捕まえるために送り込まれたようだ。だから限界態勢だったのか。施設はあの尾根の向こうに。やる。そこが滝音反応の発生源だ。警報のせいでセキュリティが厳しくなるね。忍び込もうよ。ほら、屋根をよじ登ってケーブルを伝って降りるとか。映画の次。嫌いじゃないけど。またショックウェーブ。きっとあの施設だ。立ち上がれない方が良さそう。やっぱりね。警戒厳重。簡単には入れない。ジャービスと私が遠隔でドアを操作する。誰も近づけないようにしてくれ。
は決して無駄ではない。入りました。ドアを解錠しています。ありがとう。システムに不審なものは見つかったか、ジャービー。施設の下層階に高濃縮されたエネルギー信号を検知しました。ターゲットのタキオンだ。一番下か。うわ、こいつはやばいね。ジャービー、これは何だ。重力が異常です。これらの通気口は下の階の部屋とつながっています。暗号の解読はできません。物理的な鍵を使っているのでしょうか。ずいぶんアナログだね。あとはやるから。無人だ。警備兵が通路を封鎖したようだ。そのエクソスーツ似合ってないね。ターゲット発見。Yeah!
鍵入れたよ。おみ、見事です。エレベーターで一番下の階へ行きましょう。反応が強くなってきた。近づいている。いよいよだね。覚悟はいい？わかんない。私だってそう。行くよ。この壊されたロボット何？早く中に入ったら私の指示に従って。何がキム、あなたの信号は正常だ。音声も映像も良好。このまま行ければいいけど。激しい変動を検知しました。行こう。何なのこれ。端的にね、回りくどいのは性に合わない。兵器の進捗は順調そのもの。次回には実用レベルの試作品を送れる。素晴らしい。数年分の科学的進歩が一月で。私には違う。我慢して。その価値はある。いい報告があるの。ゲストが協力してくれるわ。あなたにかかってるのよ。任せてくれ。約束だからな。仕事はする。クリント、ケイト、そこを破壊するんだ。早く。ダメ。下がって。なんで壊せるときに壊さなかったの？モニカなんかに協力する理由はわからないけど、でもクリントのことだからきっと考えがあるはず。ぶっ壊す前にそれが何なのか突き止めないと。アントヒルに向かおう。